掴みそのゴミをつけ。あ、こんにちは、マスズカミソの3代目野田と申します。で、私のすぐ後ろある今日この桶、今日はこの桶で、味噌出しを行います。この味噌は、ちょうど約2年経過した、地元の大豆を使用した味噌になります。この桶ちょっと色が茶色っぽくあるいは黒っぽく見えるかもしれませんが、実はこの桶150年ほど前に作られた大桶です。元治2年、西暦で言いますと1865年に、作ったという銘が入っております。作った方は清松さん、松蔵さん、友蔵さん、その3名がこの桶を作りました。味噌を作り続けていくその中では桶あるいは蔵に住み着いた、まあ、蔵付きの菌、まあ、酵母菌や乳酸菌がメインだと思いますけども、そういう菌たちが実はもうこの桶蔵には住み着いているわけです。で、それを我々が利用させていただいている、これが実はこの桶の歴史になっていく。じゃあなんで150年持つか、簡単です。これはああこの桶大事だからと思ってだ、桶を飾っておいたら桶は壊れます。150年生きながらえるってことは150年出したり入れたり出したり入れたり味噌出しをしたり仕込んだりを常に繰り返してきている。それが実は生き残るあるいは使い続けることができる秘訣になります。で、そうやって育て上げてきた桶は実はもう裏切りません。150年前に作った清松さん、松蔵さん、友蔵さんと共に感謝を過去の人たちに送りながらぜひ味わっていただきたいなというふうに思います。純豆純豆松塚味噌の純純純豆純豆味噌。